女性なら一度は訪れたい京都にある日本一の美の神様、河合神社に行ってきました。こちらの神社のご祭神は玉依姫様という大変美しい神様で、女性守護、日本第一美麗神と言われ、美しくなりたいという美容に関しての願望や安産、育児、縁結びなど女性ならではのお願い事を叶えてくださいます。こちらがおしらいしというビューティーパワーストーンになります。こちら鏡絵馬ですね。河合神社には鏡絵馬というものがあり、化粧道具を使って自分の理想の顔を描き、裏に願い事と名前を書いて奉納するという全国でも大変珍しい絵馬があります。こちらの住所では、美人になりたいという願い事を叶えてくださるいろんなお守りが置かれてありました。とてもシンプルなお守りですね。こちらは鏡に貼るというお守りになります。そして、美麗祈願盛り、ピンクと水色がありました。私こちらの水色の方をいただいてまいりました。そして、こちらの住所では美人水もいただくことができます。下鴨神社花林の庭で収穫された花林と御神水の飲み物になります。とてもさっぱりとした甘さで、飲みやすかったですね。350円でした。そして、いただいてきたお守りですね。カバンにつけてみました。とても可愛らしいです。